ハウスボート湘南。戸塚ハートフルキッチンお正月特番、1月1日1時13分を回ったところです。そして14分に差し掛かりました。さあ、それではここからのママポートスタジオのコーナー、今日は元旦にでもあるにもかかわらずですね、ゲストの金井沙耶香さんがスタジオに来てくださっています。ありがとうございます。ママポートスタジオ、ママとスタジオをハウスポート湘南がつなぎます。このコーナーはハウスポート湘南の提供でお届けしていきます。それでは金井沙耶香さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。そして新年おめでとうございます。おめでとうございます。こんな縁起のいい日にお招きいただいてとても光栄です。そしてもう今日のお洋服がもう素敵で、なんと表現しましょう、でしょ、洋服なんですけど、ね、和服なんです、和服柄なんですよね。一目惚れしました。これは黒とね、オレンジとね、そしてでも帯ではないけど帯のような感じでベルトがついて、ベルトがついてですよ、はい、もう一目惚れね。よくあるんですか、一目惚れって。なかなかないです。もうね、自分の服買いに行くことってあまりなかったので、この時は久々に、はい、はい。さあ、今日はどんなお話をしていただくのかということなんですが、そしてね、ご紹介したい、はい、今日は一緒にですね、6歳の長男、一人息子のラジオネーム男前を伴ってお邪魔しております。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとう、男前くんでした。さあ、それでは金井沙耶香さんにお話を伺いますけれども、もう昨日までもお忙しく行ってらっしゃったとお聞きしておりますが、遠くに。あ、いい、ね、実家の名古屋の方に、あとちょっと西の方にも、お仕事の打ち合わせとかを兼ねてあちこち行ってましたけども、はいはい。まあ、お仕事と人と会うのと、まあ、家族と会うのと、のんびりするのと、なんかぐちゃぐちゃになってるのが心地よい感じでしたね。そうなんですね、はい。さあ、そして金井沙耶香さん、もう今日はね、この親子で楽しむ英会話体験というね、ロサンゼルス6日間の旅、まあ、この企画をこのお正月からもぜひ皆さんに、戸塚区民の皆さんにこの夢を伝えたいということで今日来てくださったというわけですが、はい、まあ、こう英語の先生でいらっしゃる金井さん、はい、どうぞそのあたりのところからお話をお願いいたします。そうですね、私自身がもともと日本で英語を学んで、そして英語を仕事にしてきたっていうことがあるんですけれども、その中ですごく役立ったことというのが、日常日本にいる中でそこから時々外へ出る非日常体験だったんですね。で、自分では私は英語コーチ、講師トレーナー、英語の先生の先生として英語指導をする方を助けたり、それから英語で人生を広げたいという方のお手伝いをしたりしてきたんですが、はい、もう一つの顔としてパントマイムのパフォーマーというものがありまして、はい、ここでちょっとお見せできないのが残念なんですけれども、はい、それでイギリスのスコットランドにパフォーマンスに行ったことがありまして、その時学んだことが、普段日本で少しずつ、学んでいたことが実際気持ちがあって言いたいことがあれば伝わっていくんだという、世界中から来たパフォーマーや仲間との交流の中で学んだという経験がありました。ですので今回そういった経験をなるべく早くというか、いい機会でいろんな方にしていただけたらなということ、それから私は大人になってからでしたけれども、子どもたちは今本当に国境の少ないというか、国境を越えていろんなものがつながっていく時代に生きていますので、そういったことを早く実感させてあげたい、それもできれば安全にね、楽しくということがありましたので、これだったらそういうものがなかなかないなら私作ってしまおうということで。やっぱりそうですね、はい、ないものはこっちから取りに行こう。そうですね、はい、なんでそこを作ってしまおうというのが、いろんな方に出会って、このような企画を実現できる、道やきっかけをいただいて、それで今の状態になったんですけれども、はい、はい、
本当に一人ではできないことで、でもうすでにここまで企画をする段階でいろんな方に助けて応援していただいてきてますので、うん、ぜひあの素敵な方に出会って、皆さん連れて行きたいなという思いでいます。なのでね、もう1月1日のこの初夢といいますか、夢を語るのにぴったりだってね、金井さんおっしゃってくださって、今日スタジオまで来てくださいましたね、はい、あの金井さんとその英語との出会いっていうのは、じゃあ遡るといつになるんですか？私は、まあ、子供としては本当に普通の中学生の1年生、うん、はい、はい、小学6年生から1年生ぐらいに学校で出会って、あの本当に普通 の, あの、まあ、はい、子供でした。まあそれが今、はい、あのトイック満点と皆様お聞きしていますよ、990点。そうです、ね、1000点が満点だと思ってる人世の中にやっぱりあと10点惜しかったねなんて言われることもありますけど990が満点、はい、そして満点を金井さん取られた。はい、まあそうですね、周りにあのいっぱいそういう人がいるので、それ自体が、うん、あのどうということはないんですけれども、はいはい、それで夢がまあ広がったりお声がかかったりっていうことは実感していますね、うん、はい、なるほど。さあ今回のこの親子で楽しむ英会話体験、つまりカリフォルニアディズニーランドリゾートとロサンゼルス6日間に親子で英語喋れなくても一緒に行っちゃおうってことですね。そうですね、あの今喋れるか喋れないかというよりも、今後できるようになりたいなとか、うん、あの子どもたちには広い世界を見せてあげたいなという気持ちがあって、うん、それをお勉強お勉強っていう、こう眉間にしわを寄せてやるんではなくて、うん、楽しくやろうと、あの一緒に楽しい仲間とやれるというようなことを目指して企画しているので、うん、まあ、今回ね、一つこのいきなりアメリカにはっていう方には、例えば国内のイングリッシュキャンプ、これはあの昨年は夏に淡路島でやらせていただいたんですけれども、今年は淡路と、んできたら関東でもやりたいねっていうことで今準備をしてますので、それは今のところは親子ではなくて子どもさん、小学生ぐらいの方かなっていうことを目指してますが、なるほど、はい、じゃあ今年の計画もいっぱいなんですね。そうですね、もう気がついたらあれもこれもっていうことで、あの実は私も、今日を迎える前に一度あの時間を取ろうっていうことで、昨日移動の新幹線の中で、あの、まあ、何でしょう、目標とか叶えたいこと、今の時点でこんなことをやっていきたいなということをバーッとノートに書き出してました。で今日これはね、お聞きの方とか、まあ後からでもお聞きの皆さんに、はい、ぜひあのいきなり旅行はちょっとという方でも、うん、時間取ってやっていただくといいなと思うのは、あの新年の決意、まあ、そんなに重たいものでなくても、うん、あのほんのちょっと好きな飲み物を横に置いて、好きな音楽をかけて、でほっと一息ついて、で、まあ紙とペン鉛筆なんかを用意して、であの英語では New Year's Resolution と言いますけど、あの新年の決意ですね。で別にレゾリューションというとなんか決意固そうな感じがしますけど、あの割と海外の方に聞くと、うん、ダイエットするわとか、そんな、あとは、ね、あのママだと、うん、もうちょっと子どもの目を見て毎日1回はちゃんと話をするわとか、そういうことでもいいと思うんですね。うん、あの毎日これをやるぞってすごく重たいものでもなくて、ちょっとこういうことをやりたいな、それから今年じゃなくても3年以内にこういうことができてたらいいなっていうようなことをつらつらとでいいので思いつくままに書き出してみる。これはね、時間を取って一度やると、うん、そのパワーに驚きます。本当に30個でも100個でも、今私昨日ちょっと時間の都合で35個ぐらいしか書いてないんですけど、欲張りですね、まあ、でもその中で気づいたのが、うん、もう私は私だけのものじゃないんだなっていうこと、うん、自分の願いの中に人の願いを叶えることがいっぱい出てくるんですよ、うん、そっか、書いた中をこうちょっとこう分類すると、はい、そこに気づきがいっぱいあるってことね、うん、そうなんです、もうね、まあ、家族がいて、それからお仕事の仲間がいて、うん、あの人のこういう夢が叶うと私も嬉しいっていうようなことが、うんうん、なんかどんどん書いてると出てきて、わかるな、うん、この人生重ねていくと ね、そこに行く、それがまた幸せなのよね。そうですね、だから、まあ、あのこれママポートスタジオということで、はい、ママになったのがきっかけなのか、うん、まあ、自分がいろんなお仕事をさせていただいたことがきっかけなのか、いろんなことが積み重なって、もう本当にあのここにいさせてもらっていること、あのいろんな方とつながって、まあ、いることっていうことがすごく嬉しいなと思いながら、なんかとっても綺麗にまとまってしまったんですけど、はい、金井さん、
もうあれでしょ、子育てしながらもお仕事を絶やさなかったっていうか、ずっと連続してきたってお聞きしました。そうですね、出産の病院の中でも、お客さんからメールが来てる、あ、じゃあこうやって返信しといてかなんか言ってそれがね楽しくて、産んですぐね、産んですぐ、本当に本当に素晴らしいね、はい、そうなんですか。さあ、このカリフォルニアディズニーランドリゾートロサンゼルス6日間の旅、これはつまり今チラシがありましてね、ぜひ皆さんにも、はい、スタジオに来ていただいたらお渡ししようと思いますが、金井沙耶香さんがこれをプロデュースし、なおかつもう一緒に行っちゃってくれるんですね。はい、一緒に行きます、うん、もう英語でね、なんて言ったらいいか分かんない、この瞬間に知りたいのよっていう時に、うん、私が横にいて、うん、そういうことならこれがいいわよとか、その場で使えるコツとか、でそれを真似して言えばいいんだ、もう言えばいい、そして通じたら嬉しいし、通じなかったらまたやろうっていうことで、何回でもチャンスはあるっていうことですね。本当に、ね、うん、これをもうなんか いつかはいつかはって言ってるんだけど、うん、今日が一番若いんだし、うん、それから、ね、今日が人生残りの ね、人生の初日っていう、英語で言うと、Today is the first day of the rest of my life っていう言葉があって、でそれをねいつも思い出しながら私もいるんですけれど、やっぱり、うん、やる、あ、いいかもって思った時に一歩踏み出せる人っていうのは、うん、きっとその後楽しいことがいっぱいあるかなっていうことで、そうだよね、はい、お会いできるの楽しみにしてます、うん、このカーズの今リクエストかけたこれもあるんだよね、向こうにアトラクション、ね、できたんですよ、ね、まだね、初めての多分お正月オープンだ、うん、本当だ、で今度春休みの3月27から行くんですけど、やっぱりお子さん学校とか幼稚園だから春休み、そうちょうど3月27、28、29、30、31、4月1日に帰ってきます。はい、はい、行って帰ってきて、入学式や始業式に間に合うという、うん、日程で、まあ、はい、うちもちょっと男前連れて行きます。この構想って何年もかかってないんでしょ。そう、9月の頭に一本の電話でお仕事先の方と話してて、これ私こういうのやりたいんですけどって言ったら、ああやれますよって、旅行企画会社さんってことですかね。はい、もう本当にびっくりしました。それに背中を押されて、やっぱりあ、できるって、私いつもできますよって言う方なんですけど、その時は言われちゃいましたね。はい、まあ、そうですか。ぜひ、皆さん詳しいお知らせなどは、ホームページを見ていただくとよろしいですね。あ、そうですね、はい、はい、そうですね、金井沙耶香で検索していただくか、うん、はいはい、イングリッシュボックスという、うん、ホームページに特設ページを入れさせていただいてますので、はいはい、今日はユッキーにも、ね、ブログ、アーカイブにアップするときのお写真、このね、じゃあ、パンフレットを、ね、ありがとうございます、撮ってもらいましょう、はい、さあ金井沙耶香さん、そして、あれです、宿題、佐藤社長からの宿題、はい、どうぞ、この街にあったらいいもの。そうですね、この街に、ね、子育て、日本中に世界中にあったらいいもの、うん、子育てに関わっている人たちが集まって、うん、交流できる場所、これもう今でもたくさんあると思うんですけど、うん、その中で話し合える、はい、うん、いいねって言い合えるところ、うん、はい、でそこに才能が集まる場所に、もう今お母さんたちたくさん才能ある人が多いので、はいはい、そういう場があるといいなっていうことをもう私作っていきますと宣言しながら、はい、誰かに任せるんじゃなく、もう作りますと言いました。佐藤社長、心強いですね。佐藤社長からもメールが届いています。明けましておめでとうございます。本日のご出演誠にありがとうございま います。今年もママポートスタジオ同窓会で会いましょうといただきました。佐藤社長、ありがとうございます。ということで、今日のママポートスタジオ、最後に男前くんのお声もどうぞ。あ、言いたいことね、みんなに言いたいことあったんだよね、うん、はい、 OK OK、 Let's say it. One, two. Let's go to Disneyland. ハウスポート